一番悲しむのはお母さんなんだよ。どうして一人で来たの？どうして私に言わなかったの？だってクッコ寝てるとこ起こすとものすごく機嫌悪いから。それは悪かったよ。でもさ、僕お母さんに早くあの花見せてあげたかったの。ここに来ればお母さんに会えると思ったんだ。話をしたかったんだよ。 そんなこと無理だよ。お母さんは死んだの。もう会えないの。教えて、カイム。死んだら魂はどうなるの？知ってる？長く生きてたら何か見たりしたことある？いや、ない。人は死んで朽ちていくだけだ。 魂が行く場所があるとしたら、記憶の中だ。思い出という姿の永遠になる。俺やお前たちの記憶の中でリルムは生き続ける。この花を元の場所に返してやろう。 僕、カイムみたいに強くなるから。温かい人の魂の温かさだよ。リルムの心がこの奇跡を起こしてるんだよ、カイム。奇跡か。奇跡は思いが起こすのか。